9年6月18日は、明治から、大正初期の陸軍軍人、政治家、家族。最終階級は、陸軍中将。貴族院議員、男爵森藩士、林博氏我の四、男として生まれ、同藩士、原口人氏の養子となる。1870年陸軍兵学寮青年学者に、入り。 1872年陸軍少尉に任官し5番、代替付となる。不評第一連隊代替副官、陸軍士官学校付などを経て、1877年3月から9月まで、西南戦争に出征した。不評第三連隊代替長、陸士生徒司令官、陸軍富山学校次長、ドイツ佐兼、富山学校長、近衛不評第1連隊長などを歴任し、 日清戦争末に第四師団参謀長として、出征したが終戦となった。再度、富山学校長となり、1897年9月、陸軍少将に進級。不評、第20旅団長、台湾守備根制第1旅団長、不評第17旅団長、留守第1師団長、韓国中東軍司令官、大本営付 教育総幹部参謀長などを経て、1905年1月、陸軍中将となった。日露戦争では、第13師団長として、カラフト作戦を遂行、カラフト全土を占領した。1906年7月に休職し、翌年11月13日、予備役に編入された。1909年4月1日、交備役となる。 1914年4月1日に退役した。1907年9月21日、男爵を除釈。1910年8月27日、貴族院男爵議員補欠選挙で当選し、1918年7月9日まで、貴族院議員を務めた。ありがとうございます。